規約なんかクソくらえ、たぬき開発の規定集は破り捨てました。今日も今日とて副業に勤しみます。案内所勤務公務員しずえ、変態黒縁釣りざおメガネの合法とともに早速スタートを切っていきました。さあ今回の戦いの舞台はココナッツモール。試合前に伺った話によると、休日はよく退屈な無人島を飛び出してこのショッピングモールで買い物をしているということ。つまり心のオアシス、しずえの聖地といっても過言ではありません。どこに生活用品があるのか、どこに食品が置いてあるのか、全て把握しています。目をつぶってでも移動ができるというこの慣れた地で、どのような走りを見せるのか注目が集まっています。ピンクのインクを店内に盛大に撒き散らしながら、まずは前へと進んでいく。手に入れたのはスーパーキノコ、通称任天堂のレッドブル。どのタイミングで翼を授かるのか。ただここは逆に使わされるような格好になりました。ホームグラウンドではありますが、あまり自分のペースで走れていない印象。ただ正規はことを潜んでいる。ハンドルを握る寮の手にはじんわりと汗をかいてきました。ただ捨てる神もいれば拾う神もいました。スーパースター、無敵になった公務員、上司のタヌキは怖くありません。暴走機関車、無人島の狂犬、ただと当たり屋と化している害虐プレイ。やはり職場で相当のストレスを感じているのか、日頃の鬱憤を一気に晴らしていくような非人道的な走りを見せていきました。粉砕、玉砕、大喝采、取り柄はアイテムの引きの強さ。害虐レーサーの給料は住民たちの税金から支払われています。悔しかったら国の制度を変えてみろと言わんばかりの大暴走。まさしく搾取、金のキノコも絞り取るように使っていきました。血も涙もない鬼のようにも見えますが、月曜から金曜は全体の奉仕者としての職務を全うしています。3つのキノコも惜しげもなくふんだんに使っていく。キノコに愛された女、もちろん下ネタではありません。高い位置からのスカイハイダイブ、スプラバギーには V ドールジェットが搭載されている。キワキワのコーナーをついていく俊足を履いている小学生。後方からは強烈なスターの圧力。ただ公務員の左手にもキラキラと輝く一番星。おむつ釣り竿メガネによると、これが最後の一周のようです。どのタイミングでアイテムを使うのかが最も重要。鱗滝さんに怒られない完璧な判断を見せたいところ。判断がお失礼しました。喉もかなり限界が近いラストスパートを一気にここが畳みかけていく。よく北から飛んでくるやつ、何でもありません。サザエさんスタイル、ツインテールならぬトリプルテールが揺れています。赤ん坊との熾烈な3位争い、目の前には表彰台が見えています。不思議な生き物、モンテ族の声援が背中を後押しする。莫大な賞金のため、市場価値を高めるため、そして何より自分自身のためフルセットる。ただ後ろからはレイジの植物パックンフラワー。反逆の一手、無敵状態でのキノコのダッシュ。懲戒免職ほぼ確定。ただそれと引き換えに金を取っていく。キングスライムをなぎ倒しますが、ガス王子の背中は捉えることができませんでした。高順位ではありますが、表彰台には届きませんでした。大切なものをいろいろ失いましたが、失っても失っても生きていくしかありません。いただきの座に着く時もいよいよ近そうです。